こんにちは、ベンジです。ベリーリトルナイトメアの続きをやっていきます。今回この部屋に来てもう終わりが近いんじゃないかという予想です。この目のシンボルがいっぱいあって、その目がボスの象徴なんじゃねえかとちょっと思ってます。ここもしかしてゴミ箱に落ちるの？違うわ。目は、あ、おっさんあっち行ったな。あ、危ねえ。走るとダメよ。最初の方にあったよね。あそこで結構悩んだからな。うん、降りる。あ、なんか食べてるよ。え、人形だ。ひどい。楽しいね。で、登る。うわぁ、立体構造。シャンデリアに乗れそう。乗れないんだ。どこまで？ここまで。ああ、ここでシャンデリアに。はい。はい。はい。ああしかも死ぬ。下手くそ。最後だけできないなんて。はい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 。よーし。上手ね。入ります。うわ、うるせえ。暗っ。下降りる。上映会やってんだ、なんかの。箱？あ、隠れられる。なるほど。ここ。そこの箱だけね、隠れられる。見るか。よ、じゃあこれやってすぐ隠れる。絶対来るから、いけ。絶対来るぞ、絶対来る、絶対来る。来たー。え、何それ。ちょっとミスリード。どっから、どっから、これどっち、止めるとこからね。はい、止めます。わかりましたよ。登るんでしょ。登れよ、登れよ。なんで登んないの。ちょっとなんで登れなかった。いやどうすか。わかったー、わかっちゃったー。抜いて、ここ、ここ。私も見てます。お人形さんでーす。え？すごいことするじゃん。ちょっと待って、もうさ登れないわ。っていうかなぜかそこの前行けなくなってるわ。あ、ここ、いや、そこも見つかるって。絶対見つかるよ。でももうそこしかないんだよ。一応やってみる。一応ね、もしかしたら、うわ、たまたまです。席が空いてた。これなら見つかんないよ。よーし、バカだね。探してるね。これって空いたままになってんじゃない？
よし、行こう。大丈夫？大丈夫か？なんかある。動かせる。あんまり滅多なことやると来るからな。うん。下通れるから下なんかある。登れるわけでもねえな。え？なんもないよ。どっか床抜けるとかない？扉開けるとかないな。よく見てよく見て。あ、わかった。これでもう一回抜いたらここが閉まってるから突っかかっちゃうんじゃねえか。抜けない。もう抜けない。なんもないもんね。上行けるようになった。行けるようになってる。え、でもさ、戻れない。あー、なるほどね。なんかシステム上ちょっとずるいね。そこに登ったら隠れられちゃうから、あそこ行けないようにしてただけなんだ。なるほどね。じゃあどうする。この中とか入れない。入れないか。え、何もないんだけど。床抜けるとこないか、ちょっと探すか。あったあったあった。予想通りでした。おお、達成度 80% らしいです。あ、かわいい人形が。あ、人形じゃない。あれがさてはボスか。飲んでる音か。いやー、暗くて見えん。うん、ピアノもあって暖炉もあって、お、登れる。あのお嬢様はどんな攻撃をしてくるのかな。ペロンと。来るかな。あ、手当たりじゃない。そこが楽譜になってるわけだ。いじれるわけじゃないのか。お嬢様のとこ行くしかない。ここも楽譜になってるね。あー、なんか上めんどくさそうなもんがあるぞ。え、ドアなくない。ドアがない。この部屋何？暖炉は？違うみたい。の絵。ピアノしかなんかできそうなもんはないな。なんもやりようがねえ。あ、もう上には行けないよ。行けないはずだ。お、待って、こっち。おー、行ける行ける行ける。あ、びっくり箱ね。びっくり箱久々だな。全然取ってないわ。
シェフだ。双子のシェフね。お、はあ、はあはあははあ、なるほどね。こっからこっち行ってこれじゃダメだったんだ。上から乗って下に降りてこう行かなきゃいけなかった。わかりにくい。そういうことね。これで上に行けんだ。でもあの楽譜であってはいたんだな。こっちは何もならないんだ。これは。え？おう。死んだと思った。あ、上下なのね、あれは。じゃあ、え、止まる？あ、止まっちゃうね。下行く。ドン付けまで行っちゃうんだな。なるほど、わかった。仕組みはわかった。こう突っかえるから一番上まで行っちゃダメと言われましても。あ、こう。あ、違うか。違う。じゃあどっか出っ張り、どっかの絵を引き出すとこかな。あ、また。ここで上は、よし。うわー、超立体パズルだ。下行くでしょ。あ、あのお嬢様の肖像画が真ん中にあるよ。間違えた。すげえ適当にやってますよ。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。上、あ、下、あの扉入ってないよね。じゃあ下行く。降りれない。降りれるとこまで行くんだよな、きっと。この階に降りるのが多分目的だよ。あ、違うわ、上。これびっくり箱かも。やっぱり。あ、逃げないよ、ノーム。さあ、誰が出る？ああ、これが誰ととは言及しないでおきます。下、あ、終わりじゃないのこれ。あ、ダメか、こっち側じゃ。あれ、しかも降りれない。右、上、右、違うんだよ、それじゃダメ。どこで引っ掛ければいいかをちょっと考えないとね。下行って、左行って、上。え、一緒か？一緒だな。右。途中でとかは動けないか。下。左。そこだ！ここにぶつけんだ。そこにぶつけるためには、じゃあ、こう右、下行って、右行って、上行って、一番下まで行っちゃうもんな、ここだと。ん？待てよ。ここ下でしょ。ああ、ここで一番下か。オッケー。じゃあ、上行って、左行って、下。これだと。一緒だー。一緒だね。この高さで右行くと？あ、引っかかんじゃない？よーしよしよし。これで下。左。あ、ダメか。
ダメだ、引っかかんねえ。そこ引っ掛けらんないよね、無理だよね。そこ引っ掛けらんないよね、この高さだもんな。おー、わーおじゃあ何もないね。悩みすぎてた。なんか難しくなってきたな。さすが最後が近いだけあるよ。わ、お嬢様。なんかイライラしてるよ、お嬢様。あ、登れんよ。イライラお嬢様だよ。え、あれ引っ張って椅子から落とした人形じゃん。落ちてたからあれか、あいつはダメだっつって怒ってんのか。悪いことしたな。何この銅像。いや、入りたくねえよな、あっち。とりあえず、この部屋でできることはこれくらいか。いや、もう最終決戦の様相を呈してますよ。じゃあ、ちょっと、いろいろ悩んで時間かかってるんで、次回、最終回ってことにしますか。多分、これもう、最終決戦だと思うんだよな。はい、ということで今日はここまでにします。次回多分ボスと決戦になると思います。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。